川28度くらいあってかなり暑いんですけれども、風が吹くと気持ちいいかな。でマルコは一応僕の帽子の影の中にいるん で、まあ自転車が走ってて風が来ればそんなに暑いことはないんじゃないかと思います。まあ暑くて参ってくると多分舌が出てくるはずなんで、今出てないねマルコ、大丈夫なのかなと思います。で、まあ、マルコを観察しててもしそういう状態だなと、ちょっと暑そうにしてるなっていうような時とかには影になってるところを探して、まあ、小休止を取ったりっていうこともしてます。まあ、休憩するのはとにかく影を探してですね、それは心がけてます。今最新の雨雲レーダーを見てたら、ちょうど僕がいる場所が強い雨が降る雨雲にが2つ、その雲がある地帯が2つあるんですけど、その中間ぐらいにいる感じで、でこのまま進んでいけば多分その2つの雨雲にかかることなく進んでいけそうです。で僕が今向かっている方向の多分15キロぐらい先をその雨雲が2、30分後に通過するのかなって感じでマップに出てて、で僕がだいたい今時速15キロぐらいで進んでいるんで、だからその辺に着く時にはもう雨が多分止んでいるはずだということで、めちゃめちゃラッキーですね。午前中はもう今日の午後と明日一日を諦めようと思っていたんですけれども、進めると、でまあ、ちょっと無理して進もうって考え出したことで想定よりもちょっとだけ前に出られるのかな。一応3日目に、まあ、今北海道3日目ですね、だから4日目に名寄市っていうところには到着しておきたいなぁと考えてるんです。で、今日頑張って進めれば結構進めるなぁと、あとはまあまた明日の天気が変わるかもしれないんですけれども、今ほんの少しだけ雨が降ってるかな、一応降ってますね。でも本当にこうちょっと雨粒がポツリポツリって体に当たる程度で、まあ、これぐらいなら全く問題にならないかなって感じです。一部まあ畑
押しているところもあるんですけど、その畑の向こう一面見えるのは水田ですね。まあ旭川は夏が暑いから米を作っても作れるのかもしれないですけど、カメラの正面、虹が見えます。今夜の9時半過ぎですね。8時ぐらいから雨が降り出してきました。で、結局昼間行動中雨に妨げられることがなく、無事にここまでたどり着けて非常に今日はラッキーでした。で、さっきまで GoPro のバッテリーの充電をしていたり、であとはその GoPro のデータですねを SD カードから、ハードディスクの方に移し替える作業などなどをやっておりました。マルコはなぜか今はこのテントの隅っこの方に行って寝てます。多分後で寝袋に入ってくるんじゃないかなと思います。お散歩バッグの紹介ですね。お財布、マルコを拭く用なんですが、一応赤ちゃん用のお尻拭きを使ってます。これはトイレにも流せるので便利だなと。で、マルコのプープバッグですね。それの、予備終わります。もうこれで多分12日間の間であれば何回うんちしても大丈夫だなと。で、食器、トレーですね。もう一個ありますけど、今お水を入れてあります。以前僕は、キャンプに行くときに自分の食器を忘れて、これでスープを飲んだことがあります。泣けました。あとは、これは、見えるかな、プラーククリーン。まあ、犬用の、この、歯石とかをきれいに取れるよっていうやつですね。で、特に、前はですね、ちょっとサボる時ってのがあったりしたんですけど、やっぱりこの間、抜歯をすることになってしまったということで、もうそこからは、もう毎日、欠かさずにやってます。これは指にはめるタイプのマルコの歯ブラシです。大体こんなものを
カバンの中に詰め込んでおります。よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、まあ、ちょっと、休憩中だったり、もしくは、まあ、朝起きてすぐとか、もう、テントを張って、夕方のんびりできる時とかは、これを持って、まあ、ちょっと丸ごとその辺をブラブラ歩いたりということもしてます。